ダメだダメだ。また音程を外しているぞ。特にお前だ。ずんだもん。お前の音程は、でたらめにも程がある。そのくせ人一倍でかい声を出しやがって。周りのやつも調子が狂うだろうが。お前はもう、棄権しろ。練習に参加しなくていい。そして本番も欠席しろ。下手くそが一人いるだけで、クラスみんなのハーモニーが阻害されるんだ。シクシクシク。でも、僕は歌うのが好きなのだ。自分勝手なことを言うな。好きなのとうまいのとは別だ。そんなに歌いたければ、家で一人で歌ってろ。クラスのみんなに迷惑をかけるな。先生、ちょっと厳しくありませんか？確かにズンダモン君は、聞くに耐えないほど歌が下手です。でも、危険を促すのはやりすぎだと思います。カスカベか。カスカベ、このクラスの目標は何だ？クラス対抗の合唱コンクールで、優勝することです。そうだ、これはお前たちが自主的に決めた目標だ。そして私は、担任教諭として、お前たちに全力で協力することを、約束した。だから私は、残業代も出ないのに、朝、昼休み、放課後と練習に付き合っている。それには感謝しています。とはいえ、合唱コンクールは、たかが学校行事の一つです。厳しさよりも、楽しさを、優先するべきではないでしょうか。楽しさ、だと？カスカベ、そしてみんなも聞いてくれ。お前たちは、楽しさ、の意味を、勘違いしていないか？楽しさとは、お互いを甘やかし、なあなあの空気を作り、目標の達成、すなわち勝利を軽んじることなのか？お前たちは、負けても、ヘラヘラ笑って、でも楽しかったね、よかったね、で終わらせる人間なのか？それは、本当の楽しさなのか？それは、もう一度聞こう、お前たちの目標は何だ？優勝です。そうだな。じゃあ、なんで優勝したいんだ？それは、優勝したら、最高に楽しいだろうと思ったからだろう。は？そうだ、本当の楽しさとは、甘ったれた空気の中で、適当にやることじゃない。楽しさとは、厳しい努力を重ねて、戦いに勝利することで、初めて得られる、崇高な感動のことなんだ。先生、さらにもう一つ聞くぞ。お前たちは、今のままで優勝できると思うか？今の、このクラスの、この状態で、優勝できると思うのか？思いません。当たり前だ、バカ野郎。一人一人に、もっと厳しさが必要なんだ。合唱はみんなでやるものだから、一人くらいは音を外しても大丈夫。そんな風に思っていたら、絶対に勝てない。一人一人が最高の音を出す、これが全ての基本なんだ。その基本の上で、みんなで音を合わせるから、美しいハーモニーが生まれるんだ。もっと自分自身と戦えよ、厳しくやれよ。そして妥協することなく、周りにも高いレベルを要求しろよ。人に厳しいことを言って、嫌われるのが怖いか？このクラスをつなぐ、絆、は、そんなやわなものなのか？違うだろ、相手を本当に仲間だと思うなら、言うことは言わなきゃいけないんだ。それで壊れるような絆だったら、そんなものは真の絆じゃないんだ。先生、アンシを殴ってください。アンシは、口では優勝、優勝、と言いながら、心のどこかに甘えがありました。たかが学校の合唱コンクールじゃないか、どうでもいいやって思っていました。そんな自分が悔しいんです。アンシは生まれ変わりたいんです。生まれ変わらなきゃいけないんです。だからアンシを思い切り殴って、甘ったれた気持ちを入れ替えさせてください。カスカベ先生、俺もお願いします。俺のことも殴ってください。俺は今までいつもやる気のないふりをして、勝負に負けても初めからやる気なかったしと言い訳ばかりして、それをクールだと思っていました。でも本当はいつだって負けたら悔しかったんです。先生、俺はもう負けたくない、勝ちたいんだ。だからこれからは誰よりも厳しく汗まみれになって練習がしたいと思います。
そのためにも、ここで古い、ダサい自分を捨てちまいたいんだ。先生、俺を殴ってください。先生、私もお願いします。私も生まれ変わって、お互いに厳しくできる、本当の仲間の一員になりたいんです。そして、本当の絆で結ばれた、クラスの仲間たちと、優勝がしたいんです。優勝して、本当の楽しさを感じたいんです。私もです。先生、どうかお願いします。力いっぱい、顔面を殴ってください。お前たち、わかったよ。全員そこに並べ。これから私は、お前たちを全員殴る。歯を食いしばれ。ボコ、ボコボコ、ボコボコボコ。よし、これでこのクラスは一つになった。私がお前たちを、絶対に勝たせてやるからな。ついて来いよ。はい、先生。こうして生徒たちは、生まれ変わり、強固な絆で結ばれた、自分に厳しく、周りにも厳しい、戦う集団になったのでした。私は教師として、これ以上ない感動を覚えていました。しかし、そんな感動に水を差す事件が起こります。クラスで一番下手くそな、ズンダモン君が、人を殴るのは犯罪なので、警察に被害届を出す、と言い出したのです。ズンダモン君は、あの時はなんかそういうノリになったから、断れなかったけど、本当は自分は嫌だった。合唱コンクールなんて、学校主催の、ただのお遊びイベントだし、そんなので殴られるのは、納得がいかない。練習も厳しすぎて、もはやパワハラだと思う。と、身勝手極まる主張をしていました。このままこの癌細胞を放置していたら、せっかく目標に向けて高まった。クラスの美しい一体感が、また、崩れてしまいます。そこで私は、私に全幅の信頼を寄せる、カスカベツムギなど、数人の生徒を使って、ズンダモン君を、殺害しました。殺害後は事故を装い、関わった生徒全員の、口裏を合わせました。それが見事に成功。日本の警察が、無能でよかった。みんな、ズンダモン君の事故は残念だけど、逆に私たちには、合唱が大好きだった、ズンダモン君のためにも、今度の合唱コンクールで優勝する、義務が生まれたと思う。優勝して、天国のズンダモン君に、トロフィーを届けようよ。うん。カスカベツムギは、本当に成長した、頼もしい限りだ。つむぎの言葉で、クラスの一体感はさらに高まり、私たちのクラスは合唱コンクールで、念願の優勝を果たすことができた。最高に楽しい気分だ。これで、このクラスの生徒たちは、犠牲を乗り越え、一つになることで、勝利を手にし、感動を覚えるという、素晴らしい成功体験を積むことができた。大人になり、社会に出ても、この成功体験が、この子たちの考え方の基礎になるだろう。そう、この子たちこそが、日本の未来の、希望となるのだ。